本の自衛隊で運用している国産の装備品の中で、海上自衛隊における通常動力型潜水艦の建造技術は世界トップクラスと言われているよね。世界に誇れる日本の技術があることは喜ばしいことだよな。そうだね。さて今回は日本が持つ潜水艦建造技術の集大成である、大鯨型潜水艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊の潜水艦が国産で建造されるようになったのは1960年に就役した通常動力型潜水艦親潮が最初で、それ以来、潮型、有潮型、春潮型、親潮型、そして現時点で海上自衛隊潜水艦隊の主力となっている双竜型まで、60年以上にわたって太平洋戦争前に200隻を超える潜水艦を建造してきた技術を活かした上で、鋼材や溶接技術などの進歩による潜航深度の増大、蓄電池の性能向上、ソナーなど探知機能や情報処理システム C4ISTAR の性能向上、静粛性の向上に努めてきたよ。その潜水艦建造技術の集大成ともされているのが、潜水現在建造が進められている大鯨型通常動力潜水艦だな。大鯨型潜水艦の艦体は、基準排水量約3000トン全長 84.0 メートル最大幅 9.1 メートル。深さ 10.4 メートルの大きさで、これは通常動力型潜水艦としては大型の部類であり、前級の双竜型と比べて一回り大きくなっているぜ。艦隊の大型化と双竜型10番艦まで搭載されていた、スターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムが廃止されたことによって艦内のスペースが広がり、居住区内に仕切りなどを設けて女性用居住区を確保するとともに、シャワー室の通路にカーテンを設けるなど、配置制限が解除された女性自衛官の上官勤務に対応した偽装が行われているね。また外観上の特徴として、双竜型から採用された X 舵が引き続き採用されているぜ。従来の潜水艦における5舵装置は、左右への回答を担当する垂直舵、縦舵と上下の姿勢制御を担当する水平舵、横舵による十字型舵が数多く採用されていたが、X 舵ではこれら4枚の舵を45度ずつ傾けた形で装着され、4枚の舵すべてが回答と姿勢制御に関係しているってわけだ。そのことによって艦の機動性が高まるほか、1枚の舵が何らかのダメージを受けて損傷しても他の3枚でカバーすることが可能なため上調性にも優れ、さらには着底時鎮座時接岸時における舵の損傷を防ぐことができるというメリットがあるらしい。世界では以前にアメリカ海軍の実験潜水艦アルバコアに装着されて試験が行われたことがあるんだけど、アメリカ海軍での採用は操作性の問題によって見送られていたね。その一方で、ヨーロッパの海軍を中心に採用例が多くあり、スウェーデン海軍では1960年代末のシェオルメン QA11B 型から X 舵が採用されているぜ。また、船体構造においても新機軸座として浮き課題が採用されていて、これは世界でも多くの国の潜水艦で採用が進みつつある浮き艦パンフローティングデッキと似たような構造で、艦内の雑音の発生を抑え、対衝撃特性の向上が期待できるとされているな。この艦隊に搭載されている機関はディーゼルエレクトリック方式で、1番艦大鯨、2番艦白鯨、3番艦神鯨までは川崎重工業製の 12V2525SB ディーゼル機関2機で、潜航中は高出力で知られるリチウムイオン蓄電池によって一軸スクリュープロペラに推進力が与えられて水中最大速力20ノットで潜航可能だね。ちなみに4番艦雷鯨以降は新開発の川崎 12V2531 ディーゼル機関が2機搭載されるよ。そういう方では10番艦の領有までには潜航時の動力として、スターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムが搭載されていたんだけど、AIP は出力が低く潜航時には低速4から5ノット程度しか発揮できないため、水中で高速力を得る際には、従来通りの鉛蓄電池によってモーターを回すか、もしくは浮上した上でのディーゼルエレクトリック方式が用いられることになるんだ。防衛省では次世代の潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発を1997年平9年から取り組んでいて、
この蓄電池の利点としては従来の鉛蓄電池と比べて水素ガス発生の危険がないことや、重量容積あたりエネルギー密度が2倍以上になる強力な電池であることと、繰り返し充放電回数も 1.5 倍長持ちになるなどのほか、満充電までの時間が短く、自然放電による電気容量の低下を抑えられ、効率放電を長時間持続できるなどの多くの優れた特性を持っているね。特に満充電については、鉛蓄電池の場合では発電機の出力に余裕があったとしても低い電流量でしか充電できず、さらに満充電に近くなると少量ずつしか充電できないために、作戦行動中の海域では長時間浮上して満充電することは危険が伴うことからがほとんど不可能であったのに対し、リチウムイオン蓄電池ではこれらのような制約がないことから、潜水艦に最適な蓄電池として期待されていたが、発火しやすいという欠点があるため潜水艦への搭載は難しいとされていたが、日本の企業はリチウムイオン蓄電池の欠点を克服して潜水艦への搭載が可能となったってわけだ。リチウムイオン蓄電池は総流型11番艦オーリューに搭載されることになり、その搭載にあたっては、スターリング AIP システムを残してそれまでの鉛蓄電池だけをリチウムイオン蓄電池に置き換える方法と、スターリング AIP システムと鉛蓄電池のどちらもリチウムイオン蓄電池で置き換える方法が比較検討され、その結果後者の方がコストは高くなるものの出力が大きくなることが確認され、これまでの在来潜水艦や AIP 搭載潜水艦よりも高速で長時間の連続潜航が可能になるとされているよ。これらの他に対外型では、光ファイバー技術を用いた新型の高性能ソナーシステムが装備されたことで探知能力が向上し、OIX-1 情報処理サブシステム ZQX-12 潜水艦戦術状況表示装置、潜水艦情報管理システム機関ネットワークシステムの採用によって C4ISTAR における情報処理能力も向上しているみたい。そして、それら以上に大きな変更点として潜望鏡があるな。潜水艦といえば映画などでよく見かけるのは、艦内の発令所の真ん中に筒型の光学式の貫通式潜望鏡があって、それを上げて艦長などが覗き込んで海上を確認している光景だが、対外型の発令所ではその光景が見られないぜ。通常、これまでの潜水艦には捜索用と襲撃用の2本の光学式の貫通式潜望鏡が採用されていて、昼間用と夜間用として使い分けられる場合もあるんだよね。光学式潜望鏡とはセールから発令所まで貫通していて、それによって海上を確認できるのは一人だけであるため、その一人の能力によって状況判断を間違える可能性があるとされていたな。しかし、そういう型で1本搭載されていた非貫通式潜望鏡が対外型では2本とも搭載されることになり、それらの先端にあるカメラによって撮影された映像が発令所のモニターに表示されることで複数人が同時に海上の状況や、目標を確認できるようになったことから、より識別や判断の精度が高まったぜ。また、従来までの貫通式潜望鏡である光学式潜望鏡はセールから発令所までを1本の筒が貫通していたため、その部分の水圧に対する強度が低下するという欠点があったが、非貫通式潜望鏡ではカメラによって撮影した映像は配線を通して発令所に伝わるため、潜望鏡自体が船体を貫通しておらず艦体の強度を高めるというメリットがあるらしい。加えて、撮影された映像が録画されていることによって後から確認することが可能であるため、撮影後はすぐに潜望鏡を下げて潜航することで敵から発見され攻撃を受けることが回避できるみたい。そして、艦首の6門の魚雷発射管からは最新の高性能魚雷である18式魚雷が発射され、それ以外にも潜水艦発射型対艦ミサイルハープーンブロックに UGM-84L も発射可能だぜ。中国との有事が発生し中国海軍と海上自衛隊が対峙する際には、優秀な対外型通常動力潜水艦が中国海軍の脅威となることが想定され、話題になっている原子力潜水艦の保有よりもその予算を対外型潜水艦の建造費に充てて、現在の22隻体制からさらに増強すべしとの声が高まっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
2023年12月、年の瀬を迎える中で日本の政権を担当する岸田内閣においては、主として安倍派の複数の議員らによるいわゆる一連の裏金問題が顕在化し、野党側からの格好の攻撃の材料となった感が拭えないよね。こうした一連のいわゆる裏金問題の請求を受けて、公明党と連立与党を形成している自民党では、問題の沈静化を図るための派閥の解消の動きも伝えられる中、最押し的な落としどころになるのか否か判然とはしていないな。2023年末の日本では大物芸能人の性加害疑惑や、トヨタ自動車傘下のダイハツ工業の不正の発覚など各方面での不祥事の発覚が相次ぎ、2024年にこれらの進捗がいかなる様相を呈するのかが世間の耳目を集めている状態だね。そうした数々の不祥事が連日報じられる日本の状況の中にあって、防衛政治関連の動きとして大きな問題となっているのが、防衛装備品の第三国への輸出をめぐる与党内での攻防であり、極めて重要な時期に差し掛かっているぜ。そうだね。さて今回は防衛装備移転三原則を改定した件に合わせて、地対空誘導弾ペトリオットをアメリカへ輸出することが決定したことなどを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ご存知のように今の日本の岸田政権は自民党と公明党の2党による連立政権であり、決して芳しいとは言い難い同政権の支持率を鑑みても、この防衛装備品の第三国への輸出をめぐる問題への対処は注目を集めているよね。そうした不安定な政権運営を余儀なくされている現岸田内閣ではあるものの、下中の2023年12月には防衛装備品の第三国への輸出ルールを定めた現行の、防衛装備移転三原則の運用上の指針を改正する政治的な決断を行ったよ。今回岸田内閣がこの防衛装備品移転三原則の改定を閣議決定したことにより、一部の対象国に対して完成品の防衛装備品の輸出を認める政治的な決断を下ろした状態となり、日本の安全保障は新たな段階へ踏み出した形ってわけ。この防衛装備品移転三原則の改定を閣議決定によって、日本はこれまで海外の製造元の許諾を受けて国内でライセンス生産を行っていた兵器の完成品の輸出を、政治的に可能とする決断を下ろしたこととなったな。具体的にこれは、アメリカのロッキード・マーチン社並びに、RTX コーポレーション社旧レイセオンテクノロジーズ社のからライセンスの許諾を受け、三菱重工業社が製造してる地対空誘導弾ペトリオットを指しているぜ。地対空誘導弾ペトリオットは日本では航空自衛隊に1989年から1996年にかけて配備が実施されているが、本国のアメリカでは MIM-104 パトリオットと呼称されている陸上配備型の防空用地対空ミサイルシステムだ。MIM-104 パトリオット日本では地対空誘導弾ペトリオットは、アメリカや日本以外でも西側諸国を中心に世界18カ国で広く採用されている防空ミサイルシステムであり、本国たるアメリカでは1982年から陸軍での実戦配備が行われているね。この MIM-104 パトリオットからは複数の種類用途のミサイルの運用が可能となっているが、日本が導入した地対空誘導弾ペトリオットはその中でも PAC-2 弾と PAC-3 弾に対応した仕様で、今も併用が続けられているよ。PAC-2 弾敵の航空機や一部の弾道弾の迎撃を目的としたミサイルであり、まず海上に展開するイージス護衛艦が搭載する対空ミサイルで初手の迎撃を行い、これを突破された場合の最終的な迎撃手段として想定されているね。そのため PAC-2 弾を使用する地対空誘導弾ペトリオットは、展開場所から半径数十キロメートル圏内の低高度に侵入した目標を迎撃する防空ミサイルに位置づけられており、カバー可能な範囲は決して広くはないぜ。また PAC-3 弾は PAC-2 弾と比較してより弾道弾の迎撃に特化した仕様であるため、日本の航空自衛隊においては弾道ミサイル防衛の最終手段として2007年から実戦配備が行われており、高性能化する弾道弾への対処能力を高めたものとなっているな。これは言うまでもなく、各種のミサイル開発を加速させて脅威となってきた北朝鮮への対抗手段として導入されたものであり、
昨今の日本のミサイル防衛を担う上での要となる兵器として位置づけられているものってわけだ。ただし近年では敵国のミサイルも著しい性能の進化を続けており、飛翔速度においてはマッハ5を超過するいわゆる極超音速兵器や、弾道弾であっても飛翔する軌道を変化させるものが登場してきており、対応が求められているらしい。展開場所から半径数十キロメートル圏内をカバーする地対空誘導弾ペトリオットの性能では、いわゆる極超音速兵器の速度を鑑みれば対処時間が非常に短く、従来想定されていたような迎撃が困難となる可能性が顕在化しているためだね。ただし油断は禁物だが、極超音速兵器はまだ実戦使用における有用性はそれらが謳う通りのスペックを証明したという段階にはまだなく、地対空誘導弾ペトリオットの防空体制が完全に凌駕されたという事態には至っていないぜ。今も続く、この2024年2月末で3年目に突入しようかというロシア・ウクライナ戦争においても、ロシア側が喧伝する極超音速兵器がスペック通りの能力を発揮したという確たる戦果は見当たらず、それについては幸いとも言えるよね。むしろまだロシア側がウクライナで実戦投入しているミサイルの大半は、ウクライナに少数ながら供与され、首都であるキーウ周辺を中心に運用されていると考えられている MIM-104 パトリオットによってその多くが迎撃されているんだ。したがってアメリカの MIM-104 パトリオット等の西側製の防空ミサイルの有用性は、現在のロシア・ウクライナ戦争においても多くの場合において担保されており、未だ有効な迎撃手段であることは間違いないと言えるんじゃないかな。そのためアメリカは自国の軍が保有する中からウクライナへ供与した MIM-104 パトリオットの補填として、今回日本が決断した地対空誘導弾ペトリオットをその穴埋めに活用する狙いがあるのだと見ていいだろうな。今回の日本からの地対空誘導弾ペトリオットのアメリカへの輸出の解禁は、ウクライナへの兵器支援を続けるアメリカの意向に沿う形で決断されたことは想像に難くないが、日本の防衛にとってはマイナスではないかとの指摘も一部から聞こえるみたい。もともと日本の防衛省では2023年秋に今後の日本の防衛費の増額の必要性について、そもそも防空用のミサイルが 40% ほども必要とおぼしき数量に足りていないとの見解を示していたこともあり、確かに議論の余地はありそうだね。しかし政治的な判断としてアメリカの要望に応えることが日本の防衛の大きな一助を占めるであろう現状を思えば、政治決断としてそれが優先された結果であることは苦渋の決断だったとも考えられるぜ。いずれにせよ今回の地対空誘導弾ペトリオットのアメリカへの輸出は、今後の日本の防衛装備品の海外輸出に関する新たな可能性を示したものと感じられるが、その先に想定されるのは GCAP グローバルコンバットエアプログラムで生み出される有人戦闘機の輸出だと目されているな。日本はイギリス、イタリアと共同で GCAP グローバルコンバットエアプログラムによる開発に踏み出しているが、ここで完成した有人戦闘機を海外輸出することで防衛装備品の拡販を実現することが唱えられているよ。いかにイギリス、イタリアと組んで新たな有人戦闘機の開発が成功したとしても、全社らが輸出市場とするヨーロッパや中東方面と異なり、日本が担当するであろうアジア圏ではそれを購入するほどの経済規模を持つ国は多くはないと個人的には思えるんだよな。うんうん。したがって日本が新たな防衛装備品移転三原則を踏まえ、殺傷能力を秘めた兵器の初の海外輸出に取り組もうとすることにはやぶさかではないけど、有人戦闘機が完成しても決して平坦な童貞と考えるべきではないと思えるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本の自衛隊が運用する防衛装備品の中で、海外からの評価が特に高いのは通常動力型潜水艦で、その性能は世界一とさえ言われているよ。特に静音性に関しては文句なしに世界一と言っても過言ではないよな。そうだね。さて今回はそんな海上自衛隊の通常動力型潜水艦に世界が注目している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
日本においては太平洋戦争後にアメリカを中心とする自由主義の西側諸国と、旧ソ連を中心とする共産主義の東側諸国の対立が激化して、いわゆる東西冷戦の状態となり、アメリカの同盟国となっていた日本では自民党の佐藤栄作内閣が、1967年に共産権及び国際連合決議によって武器禁輸措置を取られている国、及び紛争地域への武器輸出を禁止するとした三原則を策定したんだ。ただしこの時点では、この三原則は他の地域への武器輸出を慎むとの表現で記載されており、当該国や第三国への武器輸出そのものを禁止するものではなかったんだよな。しかしながら、1976年2月に自民党の三木武夫内閣によって、9年前に佐藤内閣が打ち出した三原則に、いくつかの項目が書き加えられることになり、日本からの武器とは本来的に銃や砲などの火器類を指すを搭載していて、そのもの自体が直接人を殺傷する威力があるか、あるいは武力闘争の手段としてのものの破壊を目的として行動する護衛艦、戦闘機、戦車のようなものは、アメリカなどの西側自由主義諸国に対しても日本は全面的に輸出や共同開発などを禁止することが、適用されることになったという経緯があり、原則に輸出禁止と明記されていたものではなく、あくまで政府の解釈という形で固くなに守られてきたものだったってわけだ。そのため、日本の国内防衛産業が製造する武器は自衛隊が運用するものだけとなり、生産数が少ないことなどで生産コストが高くなることに加えて、防衛費が国民総生産 GNP の 1% という枠にとらわれていたことで、日本の防衛産業は防衛装備品の開発と製造では利益を出すことができなくなり、次第に衰退していくことになったぜ。しかし、この傾向に異議を唱える声が与党自民党内に上がり始め、安倍晋三内閣の2014年4月1日、国家安全保障戦略に基づいてそれまでの武器輸出三原則に代わる、防衛装備品移転三原則が制定されて防衛装備品の海外移転事実上の輸出が承認されたな。この頃オーストラリア海軍では、運用している6隻のコリンズ級潜水艦が、劣悪な騒音が発生することや、故障が頻発することなどで稼働率が低く、その信頼性が極端に低かったことから後継潜水艦の選定を急いでいたよ。日本と同様に四方を海に囲まれて強大な海岸線を持つオーストラリアでは、後継の潜水艦については2009年の、オーストラリア国防白書において定義され、2030年代の戦略環境を見据えたものとして、必要に応じ温海域での作戦行動も実施可能な通常動力型潜水艦の取得を目指すとされたんだ。この後継潜水艦は、オーストラリア周辺海域のみならずアジア地域の軍事力近代化に対応するためとして、これまでの6隻から倍の12隻を取得するとの構想で、任務としては対潜攻撃能力、対水上艦攻撃能力、戦略的打撃能力、機雷敷設及び探知能力、情報収集能力、特殊部隊潜入補助及び脱出支援能力、戦場情報収集支援能力など、幅広い性能が求められたね。オーストラリアはその後本格的な検討に入り、後継潜水艦について既存潜水艦の設計を活かした上での、設計案コリンズ級の能力向上型などや、全く新しい潜水艦の設計を実施する案が検討されたが、2014年当時のオーストラリアのデイビッド・ジョンストン国防相のコメントにおいて、コリンズ級海都新設計案が主に検討されている中で、コリンズ級の焼き直しによる2000トン級の潜水艦では、遠洋に出るにはサイズが小さすぎるとの意見が出ていることなどが示されたみたい。また、新設計の場合にはその原型艦として、ドイツのホバルツベルケドイツ造船 HDW の216型通常動力型潜水艦、214型潜水艦の拡大改良型で4000トン級や、スウェーデンは同国の A26 型通常動力型潜水艦の拡大型などが候補に挙げられ、あるいはフランスから果ている中で、日本の海上自衛隊が運用している双流型潜水艦、2009年収益開始、水中排水量4000トンもまた有力候補に挙げられていて、防衛装備品移転三原則が制定されたことが追い風となって売り込みが行われていたぜ。
オーストラリアは日本と同様に原子力を軍事利用することを禁止していて、行動半径の大きな航続力が長い、通常動力型の潜水艦の導入を希望していたことから、日本の当時の最新鋭であった双流型潜水艦に興味を示しているとされ、日本が防衛装備品移転三原則を制定したことで潜水艦の輸出が可能となったこともあって、性能が優れている通常動力型潜水艦として最有力視されていたらしい。オーストラリア政府は、後継の潜水艦に搭載する武器管制システムにコリンズ級でも使用されているアメリカ製の ANBYG-1 を搭載することが求められていたため、双流型をそのまま導入するのではなく改良型として、日本と共同開発の形を希望しているとされ、その場合はアメリカも共同開発に加わるという報道もなされるなど、具体的な動きが伝えられており、このことに対してアメリカもまた日米豪3カ国の武器の相互運用性が強まるとして、双流型がオーストラリアへ輸出されることを歓迎しているとされ、日本の潜水艦が初めて輸出される日が近いと見られていたよ。当時、オーストラリアのアボット首相は日本の安倍晋三首相との関係が良好であり、その点からも双流型の導入が濃厚であるとされ、オーストラリア側は日本が2015年から建造を計画していた、先行中の動力となる蓄電池に当時世界に類を見なかった高出力のリチウムイオン蓄電池を使った、日本の双流型の改良型潜水艦11番艦欧流と12番艦東流を希望しているとも伝えられ、2014年10月16日には当時のオーストラリアのジョンストン国防相が、エド・アキノリ防衛大臣との会談の中で、オーストラリアが計画する潜水艦建造への協力を正式に日本政府に要請するなど、その導入がほぼ確実視されていたんだ。双流型では10番艦の揚油までの先行時の動力として、浮上することなく先行したままで、推進できるスターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムが搭載されていたね。しかしながら、先行時の出力が4から5ノット程度の低速であったため、水中で高速力を得るにはこれまで通り先行時には、鉛蓄電池によってモーターを回し、電池が切れれば浮上して蓄電するディーゼルエレクトリック方式が用いるのが常であったぜ。そのため防衛省では鉛蓄電池と比べて水素ガスが発生する危険がなく、重量容積あたりエネルギー密度が、2倍以上となる強力な電池で、さらに繰り返し充放電回数も 1.5 倍長持ちになるなどの利点があるほか、満充電までの時間が短く、自然放電による電気容量の低下を抑えられ、効率放電を長時間持続できるなどの、多くの優れた特性を持つリチウムイオン蓄電池を国内企業に開発させて欧流及び東流に搭載したってわけだ。このリチウムイオン蓄電池は双流型の後継である大芸型にも継承され、発火しやすく潜水艦の蓄電池としては問題が多かったリチウムイオン蓄電池によって先行時の速度を大幅にアップさせたんだ。しかしオーストラリアは、双流型を推薦していたアボット政権がターンブル政権に変わると、日本がオーストラリアでの現地生産を拒んでいたことから、国内での建造を最重要視するターンブル首相の判断で、次期潜水艦に大穴的存在であったフランスの原潜を通常動力に変更したアタック型の導入を決定したぜ。しかし、このアタック型はフランス側の設計の遅れからなかなか建造にこぎつけることができず、痺れを切らしたオーストラリア政府はアメリカとイギリスとのインド太平洋地域での安全保障の枠組みをオーカス発足すると、アメリカとイギリスによって提案された原子力潜水艦の導入に飛びつき、フランスとの潜水艦購入契約を破棄して、フランスとの関係を悪化させたってわけだ。オーストラリア国内ではこれまでの原子力を軍事に利用しないとの方針から、原潜の保有に反対する声が根強くあるとされ、また国内の防衛産業の質の低下から原潜の国内製造を危ぶむ声もあり、日本の潜水艦を発注しておけば何の問題もなかったとする声が上がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。